皆さん、こんにちは。マーケットライブの時間がやってまいりました。本日の講師は楽天証券 FX リーディリングの荒地です。どうぞよろしくお願いいたします。なお、この動画が気に入りましたら、いいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。では、早速本日の東京マーケットの動きを見てみたいと思います。ドル円は現在149円の57銭。ユーロドルは1.0903。ユーロ円は163円の08。 ードル円は98円の1号。このようなレベルで現在取引が行われています。ドル円は今週円高に進んだんですけれども、現在は149円台の半ばまで戻っています。まあ、大きな動きがあったわけなんですが、それでまあ皆さん一番気にしているのは、これはまあ円高に動いているんですが、この円高は続くのかと。 もう少し、まあ、例えば130円台に円高に行くのかということが一番気になるところだと思うんですが、現在のプライスアクションを見る限り、その可能性は低いというふうに言えます。これは4時間足のチャートなんですけれども、確かに151円の91銭、これは今年の高値なんですけれども、それをつけた後、急激に 円高が進んで147円の15銭まで下落しました。この147円の15銭というのは、まあ、ちょっと前になるんですけども、10月の3日の買い入の噂があった時のレベルを少しですけれども、ブレイクして円高になりました。ただ、その後は戻ってきてるんですね。急速に戻ってきています。で 現在の水準はどのレベルにあるかというと、今月の151円の91銭、そして147円の1号、今週付けた安値、その50%が149円の合算ですので、ちょうどニュートラルなところまで戻ってきているんですね。ですから、まあ、円高に行くか行かないかというような話なんですけれども、少なくとも現在のレベルでいうとです、ね、えーまあ、ニュートラル。 まあ、どっちにも行く可能性はあるんですが、少なくともここで、えー、見たような大きな動き、円高の動きというのは、ですねもう止まってしまったのかなというようなイメージですね、まあ。そもそもこの急激な円高がどうして起きたかというと、これは介入警戒感とか、えー、日銀の政策変更、これは全くありません。介入警戒感が あるというのは確かなんですけれども、この時点からもう151円台に行く途中から介入だ、介入だと、150円台になったら介入だというふうに言って、結局、152円近くまで行ってますから、今更さらそれを理由にです、ね、円高になったということではないです。では何かというと、今週はサンクスギビング、そして今日は海外ではブラックフライデーということで、連休を取る人も多いので、まあ、これから本格的なクリスマスシーズンが始まると。 でその前に、ずっと積み上がってきたドル円のポジションを少しトリミングしようという動きが出たということですね。ですから、それが1回終われば、また円安に動く、戻る可能性があります。これはドル円の冷やしなんですけども、今年今年の前半に127円の21銭まで下げた後ずっとまあ、 少しジグザグはありましたけれども、151円の91銭まで円安になった、えー。もう今年残り少ないと。でも、この時点から買ってる人たちにとってみると、もう20円以上、もう利が乗ってるわけですから、少しこの辺のところで、さすがに行き過ぎた部分もあるんで、少しポジションを整理しておこうと。そしてゆっくりクリスマス休暇して、来年、えー、また始めようかというような動きが出てもおかしくないということなんですね。ただ まあ一つ、まあ、介入警戒感はないというふうには言ったんですけれども、まあ、介入警戒感はないというかですね、そんなにまあ恐れてはいない。マーケットはそんなに恐れていないんですけれども、まあ、介入あるなしに関わらず、この151円台まで来たところでですね、たまたま休暇の時期と重なったせいもあるのかもしれないんですけれども、151円台、152円の手前で、マーケットのヘッジファンドとかスペキュレーターが、 少しドル円のロングを落とそうというふうに考えたのは意味のあることなのかなと思います。つまり、買いにあるなしにかかわらず、まあ、この辺のところが天井だなと、ずいぶん来たしということもありますし、このレベルからさらに上に行く前にですね、まあ、少し時間かかるだろうと。例えばこの青の矢印なんですけども、ドル円がですねさらに行くっていうのは、ですねこの NG ですよね。プライスアクションでいうと NG、つまり前の高値を超えて、 行った時にですねパワーが出ると。この時もそうですね。で、145円の後下がったんですけれども、また145円を超えてから、ずっと6円近くですね、上がったということなので、これ以上ですね、行くということになると、まずドル円の条件として、1回152円まで上がらなくてはいけないと。少しこれはですね、来年チャンスはあるかもしれないけれども、少し一方的すぎるので、 まあそうすると、天井感が近づいてきているという判断から、少しドル円の売りが出ているのかもしれないです。また、少し時間かかるというのはです、ね、その時間の間にです、ね、例えば FOMC、そして日銀会合で大きな政策のチェンジ、特に日銀が、ね、YCC の調整をするということになれば、この152円に行く前に、もう少し大きな調整はあるのかなということで、ドル円の売りが出たのかなと思います。 ただ、そうは言ってもですね、現在のところは、そういうような動きもないわけですし、調整局面でしかないわけです。そういう意味では、上値は重い、150円台は重いんですけれども、さっき見たようにですね、このドル円を買いたい、まだ円安トレンドは続いていると思いますので、この前回、 10月3日、そして今回も止められた147円、148円というのは、ですねこれは押しめ買いの水準だと思います。この今のレベルは中立、ですから、少し今垂れてきて、上値の方は重くなってきてるんですけども、この147円、これがはっきりブレイクしない限りは、マーケットは下がったら買いというようなです、ね、スタンスでいくと思います。ですから、まあ、この動きでドル円のトレンドが変わった。 とといいうことはないですただ、上値重くなってきていると。上値重くなってきているけれども、むしろポジションが軽くなった分、下がったところで買いたいですから147円のレベルでは、ですね、えー、むしろ前よりも、ですね買いが集まってきているのかなと思います。まあ、最後に、ですね、えー、じゃあ、どの時間でトレードするということをもう一回振り返ってみたいと思いますけれども、やはりこれ、赤がドル円なんですけれども、ドル円以外についてもです、ね、10月。 11月もですね、この雇用統計、CPI などの指標がある海外時間、日本時間でいうとですね、9時から夜の11時、この時間が一番動きます。ですから、トレードをするのであれば、この時間に合わせて準備をするというのが一番効率的なのかなというふうに思います。もちろん、ドル円だけでいうと日銀会合やなんかもあるんですけども、この まあ例えば夕方の6時から8時、この時間というのはですね、やっぱり一般的にドレーン時々動きますけれども、全部の通貨としてあまり動かないんですね。ですからこの時間はまあ準備に当てるということで、無理にこの時間にトレードするくらいだったら、少しこの時間休んででも、少し9時以降にですね、集中してトレードするというのがいいかなと思います。 ということで、えー、今週は以上です。この動画が気に入りましたら、いいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それでは来週またよろしくお願いします。さようなら。